はい、どうもゆうきです。税収を除くパワープロくんポケットダッシュ実況プレイ続きやっていきましょう。今回は仲間となるべく絡みつつ、まあ仲間のパワーアップも狙いつつルリカちゃんと出会うって感じですね。じゃあまず監督の家、そういえば無駄くん、来た無駄くんイベントです。無駄くん今作はかなり強いので、メガネの中でもパワーアップしておきたいですね。そういえば無駄くんはお父さんはおいらにはいないでやんすよ。そうなの。うん、いないんでやんす。嫌にあっさり言うんだな。そういうもんでやんす。そうなのか、寂しくないか。寂しくないと言ったら嘘でやんすね。寂しいでやんすよ。そうだろうな。でもそんなことを気にしてても仕方ないでやんす。すげえ前向き。おいらにはおばあちゃんがいるから平気でやんす。お母さんはないものをねだるより今ある幸せを楽しむんでやんす。偉いんだな無駄くんは。小学生なんだけどねこいつら全員。いやいや大人すぎでしょ君たち。もうちょっとダダこねていいんだよ。みんなちょっと集まってくれ。あ、監督だ。ここに来るなんて珍しいな。来月からいよいよ全国大会が始まる。そこで合宿を行いたい。合宿ってなんでやんす。うん、簡単に言うとみんなで旅に出て練習することだよ。夜も家に帰らないでみんなで泊まるんだぞ。マジかよ監督。うちのチームは人数が足りないから大会なんか出れないのでは。でも何もしないでただじっとしているのは嫌なんだよ。そうだろ春川。ああそれはそうだな。俺たちは一度も試合に勝ったことはない。試合をしたこともない。でもやる気だけは誰にも負けはしない。そうだろゆうき。めっちゃ熱血になってる。監督何があったんですか。俺はただ俺らしく生きたいんだ。あ、そのセリフ昨日のテレビドラマで聞いたでやんすよ。それの影響か。うるさい。確かにドラマを見ていたがお前たちが俺の心に火をつけたんだ。そのセリフもどこかで。とにかく俺は合宿をやりたいんだよ。なんかダダコみたいになった。みんないいよな。あの合宿って風呂も入るのか。すまん、残念ながら風呂はついてない。汚ねえ。お金が足りんかったのだ。いやそれならそれでいいんだ。まあ風呂はないが景色は最高だぞ。みんな楽しく頑張ってくれよ。なんで風呂を気にしたのかってとこなんですけどね。こうして俺たちは全員合宿で練習に励んだと。もう結構上がりますねこの合宿イベント。ありがたい。じゃあ無駄くんパワーアップ目指して監督の家2回目。おいゆき、何ですか監督。お前別のポジションを守っていないか。いやだ。いや別にそんな気ないですけど、今のポジション好きですから俺。他のポジションにコンバートっていうわけじゃないんだ。ただもし誰かが怪我したりいなくなった時のために守れるようになってほしいかなと思ってな。そうですね。まあじゃあ一応やってきますか。わかりました。他も覚えてみます。じゃあどのポジションをやりたい。あ、じゃあ外野手。一応外野手か。やってみよう。なかなか身につかないなゆき。うるせえ。お前このポジションの才能ないじゃないか。うるせえ。今日はもうやめておくか。何が悪いんだろうな一体。あんたの教え方が悪いんだ。監督は教え方は下手なんですかね。この感じだとどうしても弱くなっちゃうって言ってましたしね。みんなもう少しで全国大会が始まる。練習も最後の追い込みだ。怪我をしないように頑張るように。でもメンバーが足りませんよ。問題はそこなんだ。誰でもいいから入ってくれないかな。誰でもいいならあそこにサイバーキッズの人がいますよ。ワンコか。君は？ワンコだわ。お前はサイバーキッズのスパイディアンス。サイバーキッズ？あそこはもうやめたわ。やめたんだ。え、やめたって。なんでまた。ここに入るためだわ。だってあそこにいてもずっとボール拾いしかさせてもらえないわ。かわいそう。本当にいいのかい。私このチームで大会に出てサイバーキッズに勝ちたいわ。すごい、君が来てくれたら9人揃って大会に出れるぞ。万歳。女のやつなんかいらないでやんす。おい遥か、可愛い女の子が入ってきたぜ。俺頑張っちゃおっかな。俺は女には興味ないぜ。なんだお前まで無駄みたいなこと言うんだな。ガキだぜ。まったく、お前こそデレッとしちゃってバカじゃないのか。怒ってる。やきもちですね。何怒ってんだよ変なやつ。春川さんね。はい、じゃあ監督の家。早めにパワーアップできた。ああ、そうそう起きないのかな無駄くんイベント。監督どうしたゆき。今日は何の練習をするんですか。おお、それなんだけど今日は少し用事があるんだ。キャプテンに任せたと言っておいてくれないか。わかりました。それからということらしいです。そうか、じゃあ今日は君の好きな練習。おお、そう来る。じゃあ素振りでいいや。そうね。あ、ちょっと待って、プール。じゃあ別のとこ行ってみるかな。ゆきくん、プールに行くでやんす。そうだな、春川先輩も一緒にどうですか。いや、俺はやめとく。そうですか。ひょっとして春川先輩は、あ、いや、あー、あー、悩む。泳げないんじゃないんですか先輩。俺が泳げないわけないだろ。じゃあどうしてプールに行かないんですか。さあな、お前には関係のないことさ。いや、これミスったかな選択肢。うーわー、仲間評価下がった。今作結構仲間評価重要ですからね。パパ、ワンコのやつうちを辞めてガンバーズに入ったそうだよ。ワンコ？
ああ、あのボール拾いか。それがどうした？あいつ野球が嫌いになったと言ってやめたんだよ。なのにまた野球やってるんだよ。おかしいじゃないか。あんな役立たず、いてもいなくても一緒だ。しかしガンバーズに行ったのは良くないな。目障りだから友達の師匠に頼んで解散させようか。うーわ、いやいや、それでは奴らが苦しむところが見れないな。パパはなんでそんなにガンバーズが憎いの？そんなことお前は知らなくてよい。お前はただ野球の練習を続ければいいんだ。パパ、うわ、なんかギスギスしてんね。それからみんなちょっと集まってくれ。良い知らせだ。どうしたんです？町の師匠から励ましの手紙。ほう、師匠から？すげえ、俺たちもやっと認められたんだ。ガンバーズの皆さん、練習頑張っていますか？私も心より応援しています。次の大会では必ず勝ってくださいね。市長、すごいでやんす。なお、一度も勝てなかったらガンバーズは解散してください。一つの町に二つもチームはいりませんので。監督、これは次の大会で一度でも勝たないとガンバーズはなくなるだと？そんなバカな、ひどいでやんす。せっかくみんながやる気になったというのに。大丈夫ですよ監督、俺たちだって伊達に練習していたわけじゃない。1回戦ぐらい勝ってみせますよ。よし、お前のその言葉信じるぞ。いやー、勝てんのか。じゃあこれ家だよね。で、住宅地行きましょう。うわ、春川先輩、なんですかそのリボン。あんた誰？しんちゃんみたいな言い方。え、春川先輩でしょ。あ、お兄ちゃんのお友達なのね。私は妹の夏子よ。なあ、妹さん、びっくりしたよ。顔が同じですね。もみあげも両方とんがってる。でもよく似てるね。お兄さんが可愛くなったみたい。ありがとう。ちょっと好感度上げてよ。なんで好感度上がる？お、ゆうきくん。あ、徳川くん、ガンバーズの監督に会いたい。たいガンバーズに入るんだね。どすこーい。日本語で喋れ。ガボボボ。うわ、変なやつが来たでやんす。おら、でっかいダンプカーたい。君は徳川でごわす。このチームに入りたいでごわす。何？うちに入ってくれるのか？君のような力のありそうなやつは大歓迎だよ。やったね、徳川くん。シュー。ちょっと日本語で喋っていただいてもよろしいですかね。人語で会話をしていただきたい。では、橋場先輩。ようゆきか、お出かけですか？ムシムシ王国に出かけるんだよ。暑そう。ムシムシ王国？ぶっちゃけただの空き地なんだが、そこは珍しい虫の楽園なんだよ。わあ、行く行く。そして。うわ、スズメが花の蜜を吸っている。あれはヒメクロホウジャクだよ。何ですかそれ。スズメガの一種だな。へえ、ガですか。っていうか先輩はなんでそんなに虫に詳しいんすか。それは虫が好きだからだよ。俺一人っ子だったから。小さい時は友達も虫だけだったしな。キャプテン翼みたいなこと言ってる。へえ、意外ですね。野球と虫ならどっちが好きですか。そりゃ虫だよ。おいおい、でもお前が入ってからは野球も少しは面白くなってきたな。そう言っていただけるとね、まあありがたいですけど。最近練習してないんで。天国メーターが。マウス君。あ、マウス君、ガンバーズに入るよ。本当？やった。君はチームに入りたいのか。口を開け、視線で語るな。マウス君、監督に挨拶しなきゃダメだよ。僕、マウス、よろしくね。君は何ができるのかな。投げること、走ること。走るのはサイバーキッズで一番速かった。それはすごいな。ちょっとおとなしすぎるけど、野球を知ってるなら大歓迎だよ。嬉しい。よかったな、マウス君。これからは俺たちの仲間だぜ。オッケーオッケーオッケー。仲間がどんどん増えていく。じゃあ、商店街も行ってみよう。マウス君、何？あ、マウス君、早速出てきた。何してるの？ねえ、あそこのおばさん、もうすぐジュースを買うよ。え？あ、本当だ。どうして分かったの？さあね。なあ、エスパーか、お前。マウス、エスパーなのか？なあ、マウス君、何してるの？めっちゃマウス君イベント来るやん。ねえ、君はなぜそう僕に声をかけるの？話しかけたらいけないのか？話をしなきゃいけなくなるじゃないか。普通知ってる人を見たら話をしないか？話をしなければいけない。めんどくせえな。僕は他人と話をするのが嫌なのに。なんで？それが僕だから。いや、めんどくせえなこいつ。じゃあ、空き地も行ってみましょう。ああ、雨だ。土管で雨宿りしよう。あれ、誰かいる。土管の中で見知らぬ女の子と出会った。誰や。土管の中で出会うってなんや。うにゅー、なかなかやまないね。え、うん、うにゃ。そのユニフォームって野球。もう口調が嫌だ、口調が嫌だ。読みたくない、あんまり。見てる分にはいいけど自分で実況したくないこれ。そうだよ、少年野球チームに入ってるんだ。うん、いいな。っていうか君もユニフォーム着てるじゃないか。うに、これお兄ちゃんのだよ。私野球やりたいんだけど、まだ3年生だからチームに入れないの。そうか。あ、雨が上がったわ。え、もう行くの。雨が降ったらまた会えるよ。すげえな、雨が降らないと会えないんだね。しかも会う場所、土管の中で決定なんだね。
にゃはは、私さくらだよ。あなたは？俺ゆき。じゃあまたね、ゆきくん。不思議な出会い方をしてますね。今日はいよいよパンジーズとの試合だ。チンパンジーみたい。これに勝たないと我々はゲームオーバーとなる。だが野球は勝ち負けだけじゃない。どんなことがあっても9イニング全力で戦うんだぞ。いや、勝たないとゲームオーバーなんだろ。じゃあ勝ち負けだよ。監督、少年野球は7イニングまででやんすよ。っていうか7点差でコールド負けってことも。とにかく絶対勝つように。おう。そして球場へ。あら、なんか中学生みたい。ふふふふふ。なんだあの女は。お前たち、すぐにここから立ち去りなさい。いや、なんか女王様的な言い方で腹立つからこいつ倒そう。なんか変なこと言ってるでやんすよ。私はひなとり空、誇り高きチンパンジーのピッチャー。私はお前たちに絶望を与えてしまう。悪いことは言わない。生きる希望を捨てたくなければすぐに立ち去るのです。なんか魔王軍の助官みたいな。あの姉ちゃん英傑しとるな。親父どこ見てんだよ。勘違いするな。相手チームのピッチャーの力を観察しておるのじゃ。おい、相手小学生だぞお前。そうなのか。うん。それよりいよいよお前がグラウンドに立つ時が来たな。前のように試合中も説明してやろうか。あー、一応これカード野球初なんで、皆さんに説明するためにこれ運でいきましょう。よし、わかった。絶対負けるなよ。おう。はい、今回は全てカード野球で進んでいきます。パワポケダッシュはリアル野球がありません。でチンパンジー、あ、チンパンジー言ってる割に、あーって取られてる。おー、なんだこれは。今回のパワポケはカード野球じゃ。カードを選んでスロットでバトルする全く新しいゲームなんじゃよ。へえ、面白そうだな。でも俺にできるかな。できるさ。何せやることはカードを選んでスロットを回すだけじゃからな。っていうかカードってどれだよ。バットのマークがついた青い四角がお前のカードだ。左ですね。とりあえず自分の打ちたいコースのカードを選ぶのじゃ。試しに十字ボタンで左下のカードを選んで A ボタンを押してみろ。真ん中に出る青い四角をよく見ておくんじゃ。左下で、え、何？十字ボタンで、あ、もう固定なのね。はい、じゃあこれで。はい、そうじゃ。なんか真ん中の青い四角が動いたような。よく気づいたな。うわ、気づくわ。真ん中の青い四角が今お前が選んだカードで打てる範囲じゃ。カードの黄色の矢印は？黄色の矢印は球種を表しているが、初めのうちは気にしなくていいぞ。わかった。で、相手が選んだカードのコースとお前の選んだカードのコースが重なっていれば球は打てるのじゃ。相手の選んだカード？右にある赤いカードが相手のカードじゃ。 R ボタンを押してみろ。 R を押すと敵のカードが見えます。あ、なんか赤い四角が出た。あれが相手が投げてくる球のコースじゃ。もちろん相手が投げるときに選ぶカードによって赤い四角の場所も変わる。今出ている赤い四角に相手が投げてくるわけじゃないから勘違いするなよ。試しに相手がどんなコースのカードを持っているか全部チェックしてみろ。どうやって？ R ボタンを押しながら十字ボタンでチェックと。なんでこうやっていろいろなコースがあるんだよと向こうも。でなるべく青、こっちの青と重なるのを選ぶといいんですけど、これだと1個しか重なってないっすね。なんか緑っぽい四角もあるんだけど。こちらのカードと相手のカードの狙うコースが重なっていると緑になる。カードが少しでも重なっていれば打つことができ、重なってなければ三振になるんじゃ。ちなみに範囲が重なっていれば赤いカードの上に星マークがつくぞ。いや、星マークが多くつくカードを選べば打ちやすいってことか。まあそういうことじゃな。なんとなく分かってきたよ。よし、じゃあ一番星マークが多くつく青いカードを選んでボタンを押してみろ。分かった。星マークが一番多くつくやつはこれですね。これなら全部の球を引っ掛けることができそうなので、できればこれとかこれを投げてくれると本当ジャストミートなんですけど。じゃあこのカードでいきましょう。 OK、 やった。赤いカード全てに星マークがついてるぞ。うむ、これなら相手がどのカードを選んでもとりあえず、あ、必ず打てるぞ。おい、さっきからごちゃごちゃ何を言っている。カードが決まったらさっさと A ボタンを押せ。すげえ待ってくれんじゃん。よし、今はこのカードでいいだろう。もう一度 A ボタンを押したカードを決定じゃん。ほい、行くぜ。ピチュカーン。お、鋭いゴロ、鋭いゴロか。で、ここで選ぶんですね。あー、ちょっと待って、明智の特殊カード、月通崩しが発動。おろろろろ、ヒット。 OK。 結構このゲーム目押しが大事みたいです。あとは特殊能力の発動も重要みたいです。やったぜ、初ヒットだ。よくやったな。わしのおかげじゃな。うるせえ、もう一度だけ言っておく。打つときは星マークの数が多いカード、投げるときは星マークの数が少ないカードを選ぶんだぞ。それを守っていれば初めのうちは勝てるはずじゃ。で、あとは任せたぞ。おーい、じゃあ、基本星ついてんじゃん。じゃあどうしようかな。じゃあこの D カーブのやつにしてみましょうか。
カン打った鋭いゴロで、ここでセカンドエラーにしたい。あ、普通だった。あ、ダブル、うわ最低最低所詮私の敵ではないようだな。クソ、ムカつくぜ。でも本当に負けてるでやんす、バキ。やばいやばいやばい、どうしようどうしようどうしよう。え、ミスったミスったミスった、今の完全にミスった。じゃあスローボール狙い。うわ、ちょっとしか当たんないこれ。うわ、弱いゴロ。走れ。飲み山の特殊カード、エラーが発動。あ、来た来た来た。あー、え、アウト？エラーしたのにアウト。ちょっと待って、ちょっとやばくね、やばくね普通に。じゃ、なるべく星がついてないやつ、これにしようか。 OK、 ここ三振で、なるべく星がついてないやつ。あ、カード交換とかもできるね。なるほどなるほど、じゃあこれにしましょう。OK、 三振、気合めっちゃ入ってんじゃん。じゃあ今度これにしてみようか。 OK、 すげえ、無駄くん3者連続三振で取ったよ。ちょっとこの回頑張んなきゃですね。足場の特殊カード、村っ気が発動。はい、でこの特殊能力のカードとかもあるんですけど、今は使えるのないのかな。じゃあ5個ついてるやつで、向こう変化球、高速スライダーが多い。じゃあこれでいってみましょう。あ、いいんじゃない、いい当たり、よーい当たり、来た来た来た。宇宙間普通、ホームラン打ちたい。 OK、 この目押しが結構重要みたいです。とりあえず同点で、向こうまた高速スライダー多いみたいだから、これとこれ、これでいってみよう。あ、いいんじゃないいいんじゃない、良い当たり、来た来た来た。センター、エラー、オッケー。あ、めっちゃホームラン、よっしゃー、さよなら。あ、さよなら、表かこれ。バカな、私が負け越すとはありえない。これではお父様に顔向けできない。なんだか逆転されたことがショックだったみたいでやんすね。よし、この勝負もらったぜ。いけるいけるいける、人気者も発動しました。あら、ピッチャー降ろされちゃった、まあかわいそうに。すげえな、球速48キロって逆にすげえな、打てないよなかなか。これで、え、これ引っ掛けた、弱いゴロ、エラーをつかむ練習。 OKOKOK、 おお、なるほどね、目押しが大事っていうのはちょっと分かったけど、難しいなこれ結構。あ、いいんじゃないいいんじゃない、鋭いゴロならエラー、あー普通になっちゃった。あ、でもヒット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 、ちょっとこれコールド勝ちしちゃう、もしかして。え、牽制、あ、一球外してきた。じゃあこれ、向こうカーブが基本多そうなんで、ただあれではね、球種とかが合えばもっと、あっ、あ、 OKOKOK、 球種とかがあったらもっと当たりが良くなるとか、そういうことですよね。めっちゃカーブばっかやな。あ、でも範囲いいんじゃない、範囲いいんじゃない、前進守備でライナーがきつくない。 OK、 おお、3塁だ、めっちゃ点取るやん。え、これコールド勝ちできるよ、いけるいけるいける。あー、弱いフライ、これはさすがに厳しいな。エラーをなんとか取りたい。この辺、オッケー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 、ナイス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 。で、この辺が能力とか今選べないか、これでいこう。うーわー、ちょっとしか被ってない。でもここでなんとかエラーを、うわ、ファインプレーに挟まれてる。あー普通ダメだ。あ、でもファール、ナイスナイスナイス。アウトにならなければまだチャンスはある。いいんじゃないいいんじゃない、ここでエラー、オッケーオッケー、よし2塁だ。お、今5点差、あと2点でコールド勝ちできますね。前進守備しちゃっていいのか、うわ普通のゴロ、前進守備ナイスやん。あ、普通のしたちょっと、オッケーオッケーオッケー、普通のゴロで二塁打取るってどういうことだよこいつ。相手かわいそう、もう7点差やん。ちょっと普通、うあー普通はまず、うわやべえ、一気にダブって、バカバカバカ、せっかく一調子だったのにね。でもカード野球ってこんな感じです基本的に。今はほんと最初の試合だからこんだけ楽ですが、だんだんと敵が強くなったり範囲が狭くなったり、特殊能力とかガンガン使ってくるようになるんで結構難しくなりますね。でこっちはなるべく被ってないやつ、おっとっと被ってきたよ。でここもなんとかアウト、おお危ない危ない危ない、アウト、オッケー。スロット回ってる時に変わることもあるのか。じゃあこれ、うーわジャストミート、
ちょっとちょっとちょっと、あでも普通の頃じゃあいけんじゃない、普通アウト、よしよしよし、じゃあ1個のやつ、これ OK、 これ三振だねっていう感じです。カード野球、まあ、こんなやり方で進めていきますね。やった勝ったぞ、これでガンバーズも潰れずに済むでやんす。やるわね、でも勝負はこれからよ、またいつか会いましょう。負け惜しみでやんすか、女はしつこいから嫌いでやんす。その後次の試合で負けたもののガンバーズの活躍は地元の話題となったと。 OK、 これで潰れることはなさそうですね。ねえ、夏休みの宿題の工作って何作るの？カンタロボ作ろうぜ。おいらの小学校はゆうきくんのところと違って工作はないでやんす。過去違うのか。え、ムダくんはどこの小学校なの？おいらは小野くんと同じ東小学校でやるんすよ。ちなみにキャプテンと橋場先輩は南小、春川先輩は西小でやんす。え、おいら俺と同じ北小学校の人は？北小はここから遠いから普通はパンジーズとかに入るでやんすよ。あらま、学校の話ができる人がいなくて残念でやんすね。誘ったお前が言うなよ。学校違うのか、まあ残念ですけど。はい、ということで今回はこんな感じで終わりにしましょう。次回ルリカちゃん出てくると思います。でカード野球はあんな感じで進んでいくんですけど、とりあえずまだ特殊能力とか使ってないので、まあチュートリアル的な感じですね。初戦なんでこれから難しくなっていくと思うので、なんとか食らいついていきたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価コメント等よろしくお願いします。じゃあね。